はい。この問題も多かったですね。こちらの方です。ですポッケくんさんからもいただいておりました。ケンママさんからもいただいております。私も言われましたという書き方で書き始めでございます。何でしょうエンタメスするする結婚セるどうやったかね。結婚すればっていうのは、私も広場やったら言うぞっていうのが、おっさんがまた偉いみんなに叱られておりました。はい いわゆるセクハラであったり、はい、ねの余計なこと言うなとか、普段だったら結婚しないのって言うけどってう。な、うん でその発言に対して坪井さんが、うん、あの結婚しないと一人前じゃないっていう今までのそういう意識みたいなものがやっぱちょっとこう反映されてるのかなとだから結婚を、ね、別にしないということが、はい、ねあのそんな悪いことでもないぞと。うん 今までの世間ではね、結婚せんと一人前えないとかいうね、うん、あった。という話をしました。瀬戸のてっちゃんは、坪井さんのように結婚すべきだと断言することは違うと言わせてもらいます。ちゃんと聞いてていただきたいな、<laughs> 瀬戸のてっちゃんは。逆の、全然逆ですけどね。はい、瀬戸のてっちゃんもね、はい、言う割には聞いてない。<laughs> <laughs> はい。<laughs> ということです。はい、ね、はい。はい、えー、ということです。で、ケンママさんのお便りに戻りますよ。私も言われました。23歳12月に結婚したんですが、年が明けて1月、旦那のおじさん、うい。 子供できたかだってね。お前アホかバカバカしい。そんなにすぐできとったら結婚式の前からお腹におるわと思ったんですが、それは言えませんでした。それから、毎年言われ続けたんですが、途中で犬を飼ったら、あかんあかん。犬飼うとそっちの方が可愛いでね。子供はできんようになるよとかね。<laughs> 最初から犬は欲しかったし、子供は30歳までにできればいいよねって、旦那と話しておるのにね。うるさいおじさん。<laughs> 子供ムメルほっといてくれと思いました。予定通り30歳にさず 預かることがでできたたのでああかった計画通りまさに家族計画、うん、こういうことですよね。<laughs> はい、え、身内に言われてもイラッとするのに他人から言われたらかなり頭にくると思います。そんなに人のことが気になるんでしょうかね。えー、と。ねで、結婚式のスピーチでもそういうことがよう言われる、はい、ということですが、うん、はるちゃん。結婚式のスピーチの話題を聞いて青くなりました。私は友人の結婚式に呼ばれてスピーチ頼まれました。私自身子供が一人いて、祖父母が喜んでくれたので、あの、最 最後になりましたがお孫さんお孫さんの顔を見せてあげるとご両親には一番親孝行になりますよという趣旨のスピーチをしたような記憶があります <laughs> 幸い男の子二人に恵まれて幸せに暮らしていますがもしかして不妊ねお子さんができないような、ね、そういうご夫婦だったらと思うとちょっと冷や汗が流れます、はい、実際私の娘の突ぎ先の方がほとんど子供さんがいなくて皆さんが寂しい思いをされています我が家は多産系らしくて娘は男の子二人おります もう一人女の子が欲ししいと話しておりますますあ子供の話をすることはタブーだなと今は分かりますが当時は何も考えてなくて今思い出しても幸せが出ました坪井さんのスピーチのそんなお話で思い出したことであります、うん、ということ花の民さんからもなんかそんなお便り結婚式のスピーチで以前いとこの結婚式のスピーチをした時私は「早く可愛い赤ちゃんを作ってね」と言ったんです 行ったんですって。行、うん、ったら、後ろの方から誰かが、もうお腹の中におるわ <laughs> というや人にびっくり。えー、神父は赤くなって下を向いておりました。ねえ。ああ、よく調べていろんなこと言わないかなと思います。<laughs> ということです。ねうん、おぐりまんげさん、坪井さんが言ってた披露宴での、早く 孫の顔を見せてくださいとかいうスピーチがありますが、水戸公文で事件が全て解決し、公文様ご一行が旅立つときに、大棚のお嬢様と番頭さんが祝言をあげると聞かされた五郎子が、早く孫の顔を見せてあげてくださいな、はははは、と言って歩き出して、<laughs> えぇ、ー、大石さんが出てくるということがよくありますけれども、<laughs> 大石さんが出てくる。これ <laughs> それは、うちのあの、CBC の事情一方の話しか、俺。大、ね、石ってどんな出演者やったやろうと思ったけど。<laughs> 水戸 ご覧の皆様こんにちはやってますんでね、はいはいはい、あれは高温様もセクハラをしているということなんでしょうかね <laughs> <と> <laughs> はい<と>時代のことですけれどもね京、うん、派の物資陰形さんですがただ逆にね、うん 女性から似たような発言が出た場合はあまり非難されませんよね。40代一人者の私もよく言われます。特に母親くらいの世代のおば様方からは、結婚せない、いいつまで経っても何人前と言われますが、結婚あ、男性と違ってセクハラとは言われないもので、男女平等はほど遠い話だと思いますけどね。うんうん、ただ考え方は人それぞれあって叱るべきなはずで、世間の主流という発言だから言って、 で叩くとといいううのはどうかと思います発言は基本的に自由です。やじは発言に入りません、かっこ閉じるですね。気に食わないのなら黙って票を入れなければいいと思いますからって、あんまりこう、政治家の一言一言になんかやるのはどうかなと、まあ、この方は言うこと、うんうん、それからおばちゃんはよくこんなことをおばちゃんは言ってますよと。でもこれはもう、今もよく言われてますよ、男女関係ないって言って、女性が男性に対して言うのも、全部セクハラで。 パワハラもそうだし、あの女性の上司が若い男性社員にやっ。 でも、セクハラはセクハラだし、パワハラはパワハラだしってことは、今言われてますよそれから前にも僕も例出しましたけども、観光地で観光バスが来て、トイレが女トイレいっぱいになった時におばちゃんに、ここ使わせてもらうがでと言って入ってくる、あの行為も実はいけない行為、違法行為であるということらしいですね。はい。え、じちゃんからいただいております。僕もパートさんに、結婚しないのってよく言われます。その時に、娘さんをくださいと言ったら、あんたにはやらんと、もっとして言われました。 今回 <laughs> 言,言うなよって言れわね。ねうん、ええー、コムソーヤの冒険、コムソーがね、店を開いて、コムソーヤというところなんです。はい、それ冒険していくるんです <laughs> 冒険するんです、ね、はい、笛を吹きながらね、<laughs> ほろー、ほろほろとって言いながら冒険していくる話ですよ。<laughs> はい、結婚は幸せですかえー、結婚して、幸せといえば幸せだけど、こんなはずではなかったという部分はあるので、不幸。 不幸せといえば不幸せかもしれないというのが本音でしょうかねという結婚というのはすべきではないというねうん、うん、結婚は悪であるとかね。いう考え方の人だっている,いいるわけですから。不幸せか、結婚したら不幸せになるから結婚しないっていう人は、はい、まあ言いますもんね。いますしね。うん、だから私は昨日も言いました4種類あると。はい、結婚する人しない人これ2種類あって、うん、した中でもああ良かったという人と戦法が良かったという人と2種類あるし、結婚しない人もしたくてきてしたくてしょうがない 結婚できへんという人と、いや、俺は最初から結婚する気もないんだという人と、うん、これだけみんな、みんなあって、ピロ・ザエモンの嬢さんから頂い,いておりますがえ、こういうことが出るたびに、なんか違和感感じますね、都議会の結婚しないの発言。確か 立場のある方が、公の場で言うことはないし、プライベートでも傷つく方もいるでしょう。傷ついた方がいれば、その方たちに謝るのは当然だと思います。ただ、鬼の首を取ったみたいに一斉に責め立てて、追い詰めることには違和感を感じます。日本は自由な国の国なはずです。いろんな考え方があっていいと思います。語弊があるかもしれませんが、若くてそこそこ綺麗だから、結婚のことを出産のことも言ってしまうのだと思います。なおちゃん、 うんに、親方とか言ってしまうのと同じ感覚です。綺麗だから、<laughs> 大丈夫だから、そういうようなこと言う。う結婚しないなっていうのは、あんたのような綺麗な人が、なんかね、結婚しないのはなあという、綺麗が前提として言う場合もあるわけですよね。<laughs> でもそうじゃない場合もあるでしょ <laughs> はい。まあ、だから。 この方、今言っておりますけど、うん、女性の方のご意見として聞いてくださいね。はい、はい。私自身言葉はおりませんので、いろいろ聞かれることもありますが、被告民扱いされることもないですし、さらっと流してくださいます。悪いこと聞いちゃったみたいな思いをさせてるように感じますので、かえって申し訳ないです。それもこれも私が若く見えてるからだ,からだと、前向きに捉えております。差別などはいけませんが、過剰反応もどうかと思います、はい、という、女性からの、ね。ね,ね、優しくこう捉えて。うん うん、上げているので、まあ、すね、その波が立たなくても。ただ、今回の場合は、うん、あの野次発言があって、それをなん。 しようっていう議会の会長みたいなものになった人がやってるので、その考えの人がトップに立って何を話し合うんだという問題があるんですよね。で、まあ、そんな中でさっきの女性の方の立場、うん、ね、はい、男が女にバーンということからのいろんな問題もありますが、この女性の立場のご意見、それからね、はい、キンくんのママさんからいただいて、ママさん、私は43歳、独身です、女性の方ですよ。うんえー、家族や周りの人は心配して 結婚した方がいいと言います。この方もよう言われてるらしいですね。うん、その言葉は決して不愉快にさせるものではなく、先輩方のありがたい言葉として受け止めております。うん、本当に受け止め方の違い、80歳の女性に結婚した方がいいんじゃない？というのはセクハラだと思います。うん、えー、だって、それはそれはからかっている発言だと思うからですと。うん ねまあ、でもまあ、80歳でも今ね、うん、あの好きな人言いますよ、言う人いますからね、はい、まあでもまあ、この方のご意見、からかってると思うからです、結婚しないとポリシーを持ってるなら、そんな言葉を跳ね返せばいいんだし、結婚したくてもできない人はその言葉に甘えて、紹介、お見合いでえ何でもすればいい、セクハラなんて騒ぐのは自分に自信のない人だと思いますと、女性自身がそう言っておられます。うんえ 匿名希望さんから、田舎の金融機関に勤めておりましたが、結婚してない男性はいつまでたっても、中間管理職以下で、それ以上の昇進した人はいませんでした。結婚も結婚すらできない男イコール仕事もできないとかね、ええー、大げさですけども、社会は女性だけでなく、男性に対してもこんな考え方されてます。うん、私も前にも、ね、昨日もその例出しましたよね。結婚してこそ一人前で、はい、あの、昇進していく会社の中でもですね、うん、お前はまだ初体持ってないと。 ね。もっと銀行員というのならね、家を持ってというのも加わってきます。うんええ、家を建てて、そして書体を持ってこそ、うん、銀行員として一枚なんだという風潮いうのは、この方も書いてるようにありました。うん、で、実際に出世しませんでしたというような風潮もある。うんうん、ムーミンさんは男性。先ほどセクハラ発言の話題の中で結婚問題。 ですが自分は51歳で独身です、結婚しないからといってダメではないという考えを持たないとと言われましたが、これ私言いましたね、瀬戸の哲ちゃんも結婚せない,といかんと言ってましたですけど、<laughs> あれ反対。結婚しなくても別にそんな半人前とかね、そんな風ではないですからという話をしましたうん、うん、と言われましたが、やっぱり結婚しないと一人前ではないと思いますと、男性の立場は。ご自身がおっしゃってにはた。くさんの 段が必要だから結婚するということはその決断ができるということだと思いますその決断ができないから結婚できないのだと思いますもちろんいろんな事情のある方もいるので全てがそうだとは思いませんが世の中が結婚できないことはダメではない的な風潮が広がってそれに安心してしまっている人が多いと思います相手の気持ちを考えない発言はダメだと思いますが結婚しなければ一人前ではない的な 考えもやはり残さないと本当に今以上人口減少などの大きな問題も出てくるように思いますという実際に独身で51歳であのこの方のご意見もやっぱり結婚しない人の中の中の正直な 気持ちもあるとだやっぱりその人たちの思いはそれぞれなんでね、うん、あの何もあんま知らない人が、結婚した方がとか、知らほうがとかっていうのがもももうそもそもね、まあ、あえてこの人のご意見も僕、尊重します、いいはい、この人はいいことだと思いますよ、結婚できないんで半人前だ、うん、人間って、うん、俺はもう、これで完璧だと思ったら、その人の成長ないわけですから、はい、この人は、俺は結婚できなくて、まだ一人前じゃないかもしれないということで、この人は努力する一つのね、はい、伸びしろみたいなのを残しながら目指していく人生もいいと思います。うん、それはこの人 人ののの生き方の目標としてのエネルギーになればいいんですが関係ないやつが「お前結婚もせずにお前一人前だと思うなよ」というのは失礼な話です、ね、でこの方はこの方でこれからもその目標に向かって半人前であるならば一人前目指していって素晴らしいまた人間人生に、ねうん、なっていただきたいなと思います。